新年明けましておめでとうございます。リュウジのレンさん、リュウジです。昨年は大変皆様にお世話になりました。こちらのチャンネルもですね、非常に皆様のお力添えがありまして、もう酒がうまいです。僕の飲んでるお酒は皆様に買っていただいているようなもんなんで、本当にありがとうございます。ということで今回はですね、皆様に感謝の気持ちを伝えたいということで、新年早々余った餅レシピ、餅余りますよね。年末でお雑煮のレシピに出しましたけど、お雑煮のためにお餅を買っていただいた方、お待たせしました。余ったお餅を最高に美味しく食べられるやり方を私リュウジがやっていきたいと思います。今回は悪魔の肉もチーズ、新年早々集まってって思いますけども、僕の芸風なんてよろしくお願いします。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。餅2つ、あと豚バラがね4枚あればいいです。こいつは半分にしますので、1本につき1枚あればいいと思います。あととろけるチーズ、あと調味料は概要欄に書いてありますので、そちら参考にしてみてください。どうですか皆さん、去年は私は飲んでました。今年の抱負は飲んでいきたいと思います。新年早々飲みタイム、こちら いきたいと思います。いただきます。これがねと始まんねえな。もう新年だから脱いじゃおう。本当はもうこれも全部脱ぎたいんだけど、違反になっちゃうから、ちょっとやっていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずね、お餅でございます。これをまあなんか最近スリットが入ってるやつ多いですけど、これをね半分にするんですね。こんな感じで、はい、細長にするんですよ皆さん。細長にしていただきましたか。こんな感じになりましたね。でここに鬼球を巻いていくんですね。もうねこれがねうまいんだわ、この肉の餅巻き。ん？餅の肉巻きって皆さん焼肉でライス食べるじゃないですか。同じですよこれ、合わないわけがない。最高の組み合わせ、ね、これは皆さんの正月太りをさらに加速させる悪魔のレシピですので、もう今年はもう私スパルタで言います。皆さんに感謝の気持ちを込めて、もう太ったらいいんやん、太ったら痩せたらいいんだから。肉が負けました。はい、そうしましたらですね、タレを作っていきたい。皆さんご家庭に焼肉のタレあると思います。はい、これをね大さじ1、まあ今日、まあ、ちょっと表面張力出るかなぐらいな感じで、ここにお味噌小さじ3分の1入れてください。これで深みがかなり入ります。そしてここにお砂糖、はいね、軽く2つまみぐらい、はい、これを混ぜ混ぜパーティーです。味噌が入ることによってコクと旨味が加わりまして、焼肉のタレがベースになっております。はい、これを混ぜておくことによって最高のタレになります。はい、こんな感じでやってください。はい、そうしましたらですね、実際焼いていきたいと思います。塩コショウするの忘れてた。軽くね、軽くこいつらに塩コショウを軽く施してください。はいね、お化粧ね、もうバービー人形だと思ってます。お化粧してあげてください。はい、好きだと、あ、なければ小さめのフライパンでもいいですから。で、ここにごま油ちょっと出します。もうちょいだ、大さじ半分ぐらい、大さじ半分ぐらい、これをやっておかないと肉がくっついちゃいますからね。こう油をね、引いていきます。味的にはね、なんかねチーズタッカルビっぽくなりますよこれ。よく熱されましたら豚肉巻いたじゃないですか。で、巻き終わりを下にやるんですね。はい、これ全部巻き終わり下、巻き終わりした、はい、ね、にしていきます、はい、ね、これで焼いていくと。巻き終わりを下にやることによって剥がれを、軽減していきます。こんな感じでね、はい、焼き固める感じですね。で、ちゃんと油を引いているので、スキレットでもくっつきません。で、これをね、全体的に焼いていくんですね。あ、いいですね。あ、もうカリッとなってますね。最初は中火で、焦げ目をつけていくような感じです。はい、全体に焦げをね、つけていきます。カリッと焼いていきます。はい、で全体にこんないい色の焼き目がついたら、ちょっとね弱火にしていくんですね。まだ
芯が通ってますね。はい、あ、でも全体的にほらカリッといくんですよ。これが弱火でやっててもほら美味しそうでしょ。これ美味しそう。パリッパリですよ。これで、まあ、あと本当弱火でいいので、2、3分やると餅が結構柔らかくなってくると思いますので、ちょっと2分ぐらい待ちましょう。はい、ということで3分弱火で、煮たものがこちらでございます。焼いたものがこちらでございます。はい、柔らかくなってるかどうかはこの真ん中の部分を箸で押してみてください。ぷよぷよってなったらもうね、お餅が柔らかくなってますから。はい、そうしましたらここにさっきのタレ、こいつをジャーッとかけていきます。はい、これ相当うまそうなんですけども、ここでこの周りにチーズね、はい、周りにチーズ、もうチーズもうおまけしちゃうもん。ほんと 30g って言ってたけど、おう、じゃあですね、もうチーズは溶けていくんで、ここで小ネギ、パラリーノ、はい、いりごまパラリーノ、あればです。なければ全然いらないんですけども、あの糸唐辛子、これねあるとねかなりね韓国感が増しますからね。韓国風土感、はい、はい、ということでこちら悪魔のモチーズ完成でございます。はい、それでは焼き上げていただきたいと思います。いただきます。うまい。カリッと焼けたもつ肉に甘辛いタレが絡まって、そこにチーズ、美味しくないわけがないでしょうが。このレシピやばいわ、もう美味しさでぶん殴ってる。新年早々、じゃあぶん殴られた人、はい、はい、開けますよ。開けましょう。おめでとう。ご質問お願いします。お願いします。いってください。はい、うわすごい、トロトロがもう美味しさでぶん殴られてる。ぶん殴られてるわ。これはね、反則です。うん、はい、これはもう本当に暴力だわ。うん、うまいでしょ。超うまい。このチーズと餅と肉だけだとえぐくなっちゃうんだけど、この甘辛いタレが入ってるから、ちょっと韓国風の、韓国っぽい、なんかこうチーズトッポギっぽい、チーズトッポギっぽい、ね、味を想像して作ったのが、うまっ、うまいのよこれ。ビールかハイボールなんだけど、ビールこれガバガバいっちゃうと正月太りが超加速してしまうんで、でも正月ぐらいいいじゃんね、終わったらじゃあ痩せようよ。そうだね、1年の始まりだからこういうのバクバク食って仕事始めで危機感を感じていただければって感じ。ということで今年も皆さん何卒リュージョンパーセプションよろしくお願いします。じゃあ今年の抱負ちょっと言ってやなさい。今年の抱負タツヤの今年の抱負は、全体ですかね。全体で、お、何その考えって、今初めて振ったんだけど今日。はい、じゃあ、いいです。登録者数、300万人いきましょう。いや、行くでしょ。いや、行くでしょ、これ。分かんないじゃないですか。分かんない、あ、これやっぱり300万人、はい、とはいえ厳しい世界じゃないですか。はいはいはい、なんでやっぱりまずは、わかりました。じゃあ今年は300万に行くと思うな。行かないかな。いや、まあでも、いや頑張らないといかないね。うん、じゃあ今年は、登録者数300万人、達成できなかったら達也が、抜きます。はい、ということで、あんまり達也だけ言っちゃダメですね。全員抜きます。脱いじゃん、ね、あの、アカウントなくなるから。あ、そう。達
メだってまあまあ、まあ、でも NG って書けばいいんだよ。 NG は東野さんみたいなね。 NG って NG って書けば大丈夫。なるほど。黒タイツで NG。 生配信した。生配信で黒タイツで NG で全員で。いやでもそこまでやればやっぱり必死でやりますから。逆に解除する人も見たいから。いや見たいから解除。いやそれはやめてほしいな。それやめてほしいから頑張りましょう。とりあえず行かなかったらでもなんかやりましょう。はい。